今日は141ページについてお話します。ここには開発すべき能力は深層意識からやってくるっていうふうに書いてありますよね。つまり自分は別に能力が足りないと思っていないと思っていても、それは表層意識の自分なので、深層意識の自分は別のことを考えているわけです。深層意識の自分は表層意識にもっとこの能力を開発しなさいっていうことを言っているっていうことなんですね。それは大概夢の中なんです。夢の中ではあなたの普段の意識、つまり表層意識は深層意識の中に帰ってくるわけです。そうするとそこで深層意識と情報の交換をするんですね。普段の意識はあまり深いところまでわからない意識ですので、これからこういう能力が必要になるとかあまり分かっていないんです。でも深層意識の中には実は未来の情報もたくさんあるんですよ。だから未来の自分はこういう仕事がやりたいならこういう能力を持っていないとダメだよっていうことを自分に教えているわけですね。でも表層意識の自分はなかなかそれをしっかり受け取ることができないんです。するとどうなるかというと、会社の中で誰かのことがだんだん気になってきて、この人もうちょっとこの能力を何とかしたらいいのになっていうふうに思い始めるんですね。つまり誰かに対してそういうことが気になってきたという時は、実は自分の能力でその点がまだ足りないと感じている時なんです。でもあなたがもし上司で、気になっている人が部下ならば、あなたは当然自分はちゃんとできていると思いますから、普通はそれに対してあまり自分を直そうとは思わないわけですね。部下を直そうとは思います。でも人は自分の欠点の鏡でしたよね。この欠点というのは別に悪い性格とか困った性格だけではないんです。今自分がもうちょっと伸ばした方がいいと思う点ということでもあります。つまりもうちょっと未来に行くとここが問題になりますよっていうところも部下に対して気になる点ということになるんです。まとめてみますね。つまりあなたが今自分が伸ばすべき点を持っているとします。それは未来を見据えているので、ここをもうちょっと伸ばした方がいいと思っているということです。そうすると今まで気にならなかった例えば部下上司の能力についてなんとなく気になってくるんです。それは深層意識が表層意識のあなたに、ここを直した方がいいよ、ここに気がつきなさいというメッセージがあって、そしてそれに反応した結果だということです。ですから今まで気にならなかったことが気になってきたという時は、そういう新しい未来に行くために必要な能力を開発するチャンスということです。ではまた次回。